イテム番号 SCP-559JP。オブジェクトクラスセーフ2014、6月更新閉じ。特別収容プロトコル SCP-559JP の発生を見逃さないため、発生時刻プラスマイナス30分の間は必ずサイト、8156の正面玄関を監視してください。発生した SCP-559JP、1は健康診断の後拘束し、サイト、8156内の防音環境を備えたロッカーに収容してください。事故防止のため、17時から2時の間はサイト、8156及び周辺30キロ圏内へのきなここはら博士以外の職員の滞在は認められません。すべてのサイト、8156で勤務する職員は遅くとも17時には職務を切り上げ帰宅してください。無関係な人間の侵入による被害を防ぐため、サイト、8156周辺には財団のフロント企業による監視体制が敷かれます。SCP-559JP-1 の収容担当職員は、帰宅前に SCP-559JP-1 を収容ロッカーから取り出し、サイト、8156の正面玄関付近に設置してください。現在収容されている SCP-559JP-1 の死亡が確認された場合、即座に財団により新たに発生する SCP-559JP-1 を発見するための監視網が敷かれます。発見された SCP-559JP-1 は財団にてサイト、8156の管理責任者として雇用し、毎月 SCP-559JP 名義の銀行口座に5000円を入金してください。説明 SCP-559JP は、現在サイト、8156の正面玄関にて毎朝発生する異常な現象の総称です。SCP-559JP は、回収、と、配達、のサイクルからなり、いずれも、定期購読者、の半径20キロ圏内で発生します2014年06月12日現在。SCP-559JP の効果範囲は23キロまで増加しています。次回の調査が終わり次第この文章は書き換えられます。1回収サイクル、毎晩20時から遅くとも2時にかけて、SCP-559JP は、定期購読者、から半径20キロに存在する人間括弧、定期購読者、自身を含む括弧閉じを無差別に1名消失させます。以下この人物を SCP-559JP-1 と呼びます。拘束や隔離によってこの消失を阻止しようとする試みは現在まで失敗しています。2配達サイクル、毎朝4時から遅くとも10時47分までの間に、消失した SCP-559JP-1 が、定期購読者、名義の家の玄関前に出現します。定期購読者、が個人名義での成果を持たない場合単純に定期購読者の真上1メートルほどのところに出現します。SCP-559JP-1 は出現した瞬間から、筆記、発生その他あらゆる手段を用いてその日の、ニュース、と称する一つの情報をひたすら表現し続けます。SCP-559JP-1 はそれ以外のあらゆる情報の伝達を行うことができません。現在まで、SCP-559JP に回収された人間を治療する試みは成功していません。SCP-559JP 音声記録。対象2013年6月12日日の記録。付記この記録は2013年度の SCP-559JP の効果範囲測定実験の際に取られたものです。SCP-559JP-1 今日のニュースです。港区の水族館で、狙撃括弧 SCP-559JP-1 の滑舌が不明瞭。衝撃、ではないか括弧閉じを受けると核融合を起こすサボテンの展示がスタートしました。訪れた子供らが触れると美しい記憶色の化学反応を誘発するこちらのサボテンに対し、飼育係の、不明瞭、さは、まるで海に浮かぶ光のツリーのようだ。また家族で来たい、と発言しました。サボテンの体重は91キロ、体長はもうすぐ 1.3 メートル、ママのおっぱい離れも近そうです。今日のニュースですかっこいいか繰り返し、繰り返し内容に問題がないことを確認した後拘束して収容かっこ閉じ。対象2014年4月1日の記録。付記この日、収容してから初めて SCP-559JP-1 からと見られる通信がありました。こちらからの質問には返答されませんでした。SCP-559JP-1 今日のニュースです。来る4日1月に消費税が 5% から 8% に改定されました。新聞記述にもサービス料などと同様に 8% の消費税がかかります。
長らく財団員様にご愛顧いただき、私どもといたしましても企業努力に努めてまいりましたが、これらの事態を鑑みまして新聞の月決め購読料を100円値上げさせていただく所存でございます。また、一部ごとの販売額もこれまでから 3% 値上げの133円とさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。かっこいいか繰り返し、拘束して収容かっこ閉じ。 SCP-559-JP に定期購読者が存在しない場合、 SCP-559-JP の回収サイクルの効果範囲はランダムに移動します。現在までに最大で125人が一晩のうちに消失した事例が記録されており、この状態の時、SCP-559-JP の効果範囲内に存在する民家へと SCP-559-JP、一および一般的な紙製の定期購読契約書が送られます。この定期購読契約書には、契約書日刊成人男性を毎朝定期購読します。回収20時、配達4時、と一般的な紙とインクで印刷されています。この書類に触れた時点で、対象はその意思に関わらず、定期購読者、と認定されます。SCP-559-JP によって、定期購読者、に認定された人間は、毎晩周囲の人間を SCP-559-JP に回収させるようになります。毎月15日に、定期購読者、の銀行口座から3000円が自動的に引き落とされます。2014年4月1日、引き落とし額は3100円に引き上げられました。引き落とし先の追跡は失敗しました。残高不足や口座凍結によって銀行口座から引き落としができなかった場合、その時点で SCP-559-JP との定期購読契約は打ち切られます。ほい、SCP-559-JP は、1800年、月、日に警察署潜入の財団職員によって全国各地で、毎朝やってくる不審者の通報が聞きつけられたことによって最初に収容されました。数度の収容失敗の後、SCP-559-JP の効果範囲が厳密に測定され、SCP-559-JP を収容するための機能を備えた施設として人々の生活区域から遠く離れた場所にサイト、8156が建設。初代収容プロトコル、竹城絹代が確立されました。1900年、月、日、収容されていた SCP-559-JP、1が老衰により死去。数日後に新潟県で SCP-559-JP、1の発生を確認。2代目収容プロトコル、荻原次郎、確立。1950年、月、日、回収サイクルによって問題なく回収された SCP-559-JP、1が配達されず、回収中に死亡したと見られる。数日後に3代目収容プロトコル、生為天堂、確立。1980年、月、日、収容されていた SCP-559-JP、1が回収サイクル前に病死。翌朝サイト、8156付近の別の収容施設にて泊まり込みで研究文書の整理を行っていたきなこ小原研究員のもとに SCP-559-JP、1が配達された。調査の結果、彼の整理していた研究文書の中に何者かの手によって、定期購読契約書が挟み込まれていたのが確認されました。その日のうちに決定が下され、新収容プロトコル、きなこ小原わらび彦が確立、きなこ小原研究員は永久にサイト、8156に収容されることになりました。同日、きなこ小原氏の身分は博士、およびサイト、8156管理最高責任者に格上げになりました。定期購読者の存在及び本人名義の銀行口座の喪失は SCP-559-JP の重大な収容違反と一般人の大規模な犠牲につながる可能性があるため、担当職員は毎朝届けられる SCP-559-JP-1 の体調を必ず確認し、問題がないことを確かめてください。新しく、定期購読者、及び SCP-559-JP-1 が設定される場合、それに合わせて収容プロトコルを修正してください。ほい、2000年、月、日、安全とされていた20キロ圏外で警備作業に当たっていた財団フロント企業の非正規雇用警備員が、回収サイクルに巻き込まれる事案が発生しました。調査の結果、収容当時より SCP-559-JP の効果範囲が 2km 増加していることが確認され、収容プロトコルは見直されました。SCP の収容において、財団側が人的犠牲を払わねばならない場合というのは少なくない。
特別収容プロトコルというのはそういうものだし、財団の人間はそれを理解して実行すべきだ。ただ、これに限っては彼に同情するよ。本当に。SCP-559JP 担当職員、